はい、どうも広瀬です。本日はですね、やみつきゆで卵トマト漬けです。シェフ広瀬チャンネル初めてのおつまみの動画になりますよ。結構いろんな人にですね、おつまみの動画上げてほしいですなんて言われて、いろいろ考えたんですけども、今日はですね、すごい今本店の斜め向かいでオープンしてるバータイプのフィリッポバーカローのメニューで、すごい一番人気のやみつきトマト漬け卵ゆで卵、それでは行きましょう。スタメン発表、ゆで卵5個、アンチョビ 25g、 ニンニク1片、約 5g、 唐辛子1本、エクストラバージンオリーブオイル、トマトソース 200g、 200g、 赤ワインビネガー 15g、 塩適量でございます。はい、それでは最初の工程、このゆで卵に作る際にですね、このお尻の方に穴を開けるんですけど、これ最近購入させていただきました、名付けてピヨピヨくん、卵穴開け機ピヨピヨくんでございます。こちらのお尻にこうサクッと、これ開いてるか開いてないかわからないぐらいの穴が開くんです。この穴が開いてないと90度10分で茹でるんですけど、黄身の茹で加減がギリギリのラインなんです。黄身と白身が、だそういうは半熟まではいかないんですけど、微妙にしっとりした仕上がりなんですよ。なんで卵の皮を剥くのが非常に難しい。身が崩れちゃう。で、まあよく言うじゃないですか、穴開けてて。で、僕普通にこういう金串とかでやってたんですよ。今までは普通のゆで卵の時とかは。だけどこういう繊細な茹で加減の時、ほんとこういう細いちっちゃい穴じゃないと違うなみたいな、ほんと抜け方が違うんですよ。買ってみてください。これ Amazon でリンク貼っときますね。そしたらまあこれは低温調理器なんですけど、ない方はお鍋に温度計さして90度10分をキープしてもらうしかない状況ではありますよね。で、割れないようにそーっと入れていただきます。で、これ細かい話なんですけど、この低温調理器使うとき、この低温調理器に近い部分って火入りやすいんですよ。あー、なるほど。だから途中で位置変えます。はい、90度で10分入りました。ピヨピヨくんはもう出番終わりました。はい、で、その漬け込むソースを作っていこうと思います。ニンニクを刻んでいきます。1片だいたい、先ほど測りましたら 5g ぐらいでしたね。こちらを、ざっくりとみじん切りにしていただきます。適当にざっくりで、で漬け込むんで結構ニンニクの風味が重要な味付けになっております。なんで結構多めではあるかなと。定番の冷たいフライパンにニンニク入りました。で、もうアンチョビも入ります。オリーブオイル 25g、 このしっかりとこのアンチョビが効いたトマトソースを作るわけです。で、ブクブク言うまではこのパスタソースなんかと似てます。もう強火、見てください、やっぱりおつまみなんで、ニンニクに対してのこのアンチョビの量はなかなかだと思うんですけど、何フィレぐらい、これはもう多分20フィレ、20ない、15フィレ、15フィレぐらい。これなんて言うんですか、みんな、本じゃないですか。やっぱフィレでいきましょう。シェフ広瀬チャンネルはフィレでいきますんで。はい、ブクブクいたしました。したらもう火を一回止めて、アンチョビを潰していきます。いつも以上にアンチョビの香りがすごい、すごいですよね、うん、これがもうやみつき、ビール止まらないですよ。
で、ここに唐辛子。これもですね、ちょっと辛くしたいわけじゃないってことで、割らずにホールで1個ポン。キレを出したいイメージですね。アンチョビとニンニク炒まってきました。からもう一回火を止めて、ここで赤ワインビネガーを 15g で、ポイントとしては一回この赤ワインビネガーをしっかり沸かすっていう。でもなんでかっていうと、ちょっととんがった酸味がまろやかに変わるんですよ。沸きました。で、ここにトマトソースが 200g 入ってまいります。ドン。はい、200円車。で、こうしっかりとなじませると、これこそ夏にぴったりですよ。爽やかな酸味の、まあ用途に分けて、そのこの後の塩の加減は決めてほしいと。おつまみで行くんだったら塩効かせて。うまっ。今回はおつまみ塩でいきましょう。これパンとかにも挟んでも抜群に美味しいんですけど、塩入りました。で、一回このソース冷まします。これでソースは完成。はい、ゆで卵が10分完成。したらもう、あ、言い忘れてた、卵は冷蔵庫からすぐ出した状態です。常温とかに戻してない。もうすぐ90度で10分茹でて、茹で上がったら氷水ですぐ冷やす。これで7割火入れゆで卵が完成します。半熟すぎなくて、だけどしっとりはしてて日持ちもするっていう抜群な火入れを90度10分というふうに判断をしております、私で。しっかり冷やすと。しっかり冷えました卵。今からこれ剥いていくんですけど、剥いていくところにちょっとポイントがあって、このお尻に穴を開けた部分にこう優しくデコピンからの、ちょっとお水出しながら、ここに空気が溜まってて、ちょっとぷくってへこむんです。へこんでるんですよ。ちょっと分かりづらいですね。ほんとギリギリのラインのへこみなんですけど、ここからが、これがないと全然剥き始めれないぐらいギリギリのしっとりを攻めてて、で、ほんと優しくデコピンをしてあげながら、身を崩さないように優しく剥いてってあげる感じでございます。もうほんとプニプニなんですよ。白身ギリギリ固まってるぐらいの、ギリギリはちょっと言い過ぎませんけど、まあでも結構気抜くと身持ってかれちゃう感じの。優しいデコピンです。ポイントは、あ、当たりきた。当たりの剥きやすいやつきましたよ。鮮度が悪い卵だったりするとすごい剥きにくかったりします。最後ね、油断しないで。はい。おった。プリン。プルンプルンプルン。で、茹で上がって皮がむけたゆで卵5個をジップロックに入れます。ある程度冷ましたソースを、ジップロックに一緒に入れていただきます。で、ここでソースあまりにも熱々だと、まだゆで卵に火入っちゃうんで、ある程度常温ぐらいまで戻してください。
を漬け込みました。こちらを一晩8時間は最低でも行きたいですね。冷蔵庫で漬け込んでください。はい、こんな感じです。で、3分クッキング張りに一晩漬けた卵はこちら。準備がいい。あー、まさか。で、ちょっとソースも冷えてるから濃度が出てて、これ出してみましょう。そしてこれ卵がちょっとだけ色づいてて味が染み込んでるんですけど、中毒性半端じゃないですか、これ。これね、昨日5個作ったんですよ、うん、1個食べちゃいましたよ。めちゃくちゃ好きなの、僕。食べちゃったんですか？食べちゃった。真っ白ではないこの感じ、わかります？はい、はい、まあ白いらないんですけど、人はね、合うんですよ。いやー、うわーやべえ、出てます、出てます、やばい。ほら、やみつきゆで卵トマト漬けです。完成です。です出す。やみつき無限卵漬けゆで卵卵いただきます。これね、ビールなんですよ。マジでうまい。オッティモ、モルトオーティモ。これはすごい。8個いける。8個。これいただきます。マジでやってほしい。これ卵から、ゆで卵から水分が出るんですよ。その水分が甘がむな、今日。水分がビュンビュン出んすよ。で、それが絡まっていい感じのソース感になるんです。うまっ。これやばくないですか？食べたい。このうまっ、やばい。うん、いや、これ発作起きる。これうまっ。黄身の部分が舌にまとわりつくんですよ。うまっ。マジでやばくないですか？シェフ広瀬チャンネル初めてのお酒、これもう解禁ですよ。あ、いいな。モルティ、こちらバーからで、このセットで大人気なんです。いただきます。オッティモバリオッティモからの、オッティモ、これはビールといったら無限に回る。これ、すごっ。うん、これビネガーマジいい仕事してますね。はい、ほんとうまい。とうまくないですか？うん、で、この絶妙な火入れ加減、この舌に まとわりつくこの黄身の部分の火入れの、うん、で、生卵すぎないから3日4日は持つんです。はい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 。でも3日までかなって感じです。4日目だとちょっと離水が進みすぎちゃって味がなんかぼやけちゃうみたいな。 あと、まあシンプルにどうなのっていう。これほんと試してみてください。お父さんも子供もすごい喜ぶと思いますよ。奥さん、ほとんどおじさんですかね。そうなんですよ。おじさんいっぱい見ていただけてるから、おじさんちょっとこれ作ってみてください。ほんとびっくりするぐらいお酒進めるんですよ。おじさん、おじさんたち、我らおじさんたち、もうほんとおじさんが美味しいって言ってるんで、もうこれほんと帰ったら作ろうと思いますよ。これ俺はほんとにやってほしいです。もうだから10個とかあったら倍量のレシピで作ってもらったら、もう家族も飛ぶように、もうやみつきだから、もう止まんないんですよ結局。だから気づいたらもう ないのないのみたいになりますよね。本店の斜め向かいのフィリッポバーカロでご用意してお待ちしてますんで、石神井公園来た際には本店でお食事をされた後、二次会でフィリッポバーカロでビールとワインなどでこの卵を一緒に召し上がってみてはいかがでしょう。中毒性が
抜け出せずに気づいたら石神井公園の足が向いていることでしょう。弊社 EC サイトご準備させていただいているラインナップ、オリーブオイルですとかオリジナルのスパゲッティ、冷凍ピッツァなどもたくさんご用意してます。パスタソースもいろんな種類あったりもしますよ。なのでぜひとも一回ご注文してみてください。暑い夏を皆さんで元気に乗り切りましょう。アマーレ。